ヨーブラザー、白瀬ゴーです。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ついにできました行幸のビルド、行幸流星群になります。よろしくお願いします。はい、であのこのキャラなんですけども、冒頭で見てもらった通り、まあ、元素爆発を、ね、ソロで回しちゃうっていうようなキャラになります。基本的に行幸って、1、2、3発当てて、撃って、でこれで、あの敵にからチャージ、元素を拾って、まあ、壊れたらもう一回撃ってみたいな感じで、で、溜まったら元素爆発を、まあ、溜まったタイミングで撃つっていうキャラだったんですけども、このムーブだと難しいってことで、行幸の最大火力が出ないっていうことで、今回はあのチャージ効率をね、ある一定のラインまで上げることによって DPS が上がるっていう提案になるのと、まあ、その、キルムーブですね、確定キルムーブっていうのがあって、まあ、そちらの元素チャージをしっかり回して、あの行く確定のキルムーブみたいなのがあります。それで紹介していきます。まずはステータスからですね。まずステータスが、まあ、回心率、回心ダメージはまあこれぐらいです。で、元素チャージ効率に関しては200ですね。200以上が好ましいですね。200あれば十分。ここが、例えば今動画流すんですけど、180だとこんな感じになります。はい、こんな感じだったんですけども、まあ、200% だとこんな感じですね。まあ、冒頭でやった感じなんですけど。はい、ということで、これぐらいね、チャージ効率にまあ差が出てきてしまうのが、ここの200と280の間ぐらいって感じになります。まあ、もしかしたら190とか195とかでも足りるかもしれないんですけど、僕はまあ、あのちょうど生物がこんな感じでこれにしました。はい。はい、じゃあ次ですね。まあ、今、ダメージバフがついてたんですけど、これは、私風減点の4秒間のやつになりますんで、これはご承知ください。で、ここで回心率持ってるんです。はい、もし回心率盛るんだったら、まあ、気候の武器ってあったりとかもいいんですけども、基本的に回心がもしあのこの武器で盛れてないんだったら、冠のところで調整したりとかしてます。で、あと持ち使うのであれば、そうだな、元素熟知を上げて、そのなんだろう、シールドの強化するとか、そこら辺でもいいと思うんですが、基本的にはこれになります。で、今ピックアップ来てるこの浮世の城もかなり優秀です。ずっと出っ放しで殴りっぱなしになりますんで、まあ、この、ものがかなりいいと思います、僕は。はい、攻撃が命中なんで、通常攻撃とか銃撃とかではないんで、かなり優秀だと思います。はい、で、生物なんですけども、今回は、旧貴族の2セットと悠久の2セットで、岩ダメを上げながらやる感じになります。で、なんで旧貴族かっていうと、幻想爆発を12秒で回すっていうキルムーブができる、まあ、行幸で言ったらなかなかないビルドになりますんで、そういうことになりますね。で、それなんですけども、例えばこの剣闘士の 18% 入れるのか、まあ、基礎のね、基礎というか、普通の通常ダメージの攻撃力が上がるんで、その他の例えば銃撃で岩がいっぱい飛んでくるやつ、それにも乗るんですけども、まあ、こちらの元素爆発の威力がね、やっぱり壁を出しのやつがかなり強いんで、ここで 20% 上げるのはかなりでかいと。攻撃力 18% よりこの元素爆発自体の全部が乗った状態の最後の元素爆発のダメージ 20% がかなり大きいというところで、まあ、これ行幸使いの方だったらかなりね、あ、なるほどって思っていただけると思うんですけども、そんな感じです。はい、で、コツとしては、サブステのコツとしては、やっぱチャージ効率を、まあ、1箇所 10% 以上
持っていければ一番いいのかなと思います。ただ会心率会心ダメージを持って威力もやっていくってことになるんで、まあ最初はチャージ効率をしっかり持ったやつを入れていって、で厳選が済んだら入れ替えしていくっていう形でいいと思います。はい、はい、こういうところでも漏れてますね。まあ、ここの防御力のところとかをね、攻撃に振るとかなり優秀なのかなっていう感じですね。でチャージ効率のものを必ずここにつけます。はい、でできればここにチャージ効率、攻撃、攻撃パーセント、会心、会心率が乗ると一番いいとは思いますけども、まあ一応その最大のね、あの厳選のお話をさせてもらってます。はい、で攻撃力にここは振ってるんですが、ここは岩元素ダメージが優秀です。でこちらは会心率、会心ダメージで元素チャージ効率で、本当であれば攻撃、攻撃ダメージみたいなパーセント盛ると非常に優秀だと思いますね。はい、で命の星座で、まあ、この元素爆発を撃つことによって何が起きるかっていうと、銃撃の枚数が7枚ね、こうなるんで、普通に1、2、3、銃撃ってやるより、元素爆発撃って銃撃ってやった方が圧倒的なんですよ、時間使うとか。だから12秒で元素を回すのが DPS 上がるのに必ず必要になってくる行為になります。1、2、3回撃って銃撃っていうムーブはもう全然 DPS 伸びないです。でテンプですね、テンプは全部上げることになります。なぜならこの銃撃が今回の重要なポイントと、この兵も攻撃力に加算されることと、この元素爆発も12秒に1回なんで、もうそれがガリガリ回るような、ね、内容になりますんで、まあ、かなり DPS、すべてにおいて DPS に直結するテンプになるんで、かなり行幸さん強くなるんじゃないでしょうかというところになります。でこれが壁を出してムーブします。壁を出してそこをくぐるテンプ、壁を出してくぐって元素爆発で銃撃7発、ね、7発の岩粒の入った銃撃で、通常攻撃で適当にしのぎながら元素爆発を撃つ瞬間に撃つ手前で壁を張るみたいなムーブが一番いいと思います。これの説明は最初の方で出した動画でなんですけども、この後もね細かく分析して説明していきたいと思います。はい、じゃあ確定キルムーブの説明ですね。まずはゴーレムに試していきたいと思います。まずは元素スキルを発動して、まあ、壁を張っていきます。壁を張ったらそこをくぐって岩ダメージ 12% アップしていきます。でここくぐった直後にダメージ乗ったやつに対して、まあ、元素爆発を入れていく。で壁が壊れて宝石の数も増えたやつが着弾で、そこで、銃撃にかかるのが7発溜まってるんで銃撃をぶち込んでいく。でそして、通常攻撃と銃撃を繰り返してスキルクールダウンが、終わるのを待ちます。でここで残り1秒ぐらいになりましたんで、まあ、1に戻るんですけども、まあ、これで縦張ってくぐって元素爆発で、これまでの一連の動作が 1,2,3,4 の動作が確定キルムーブのループになります。これを繰り返していって DPS をやるという形になります。はい、こんな形でやるとかなり火力は伸びて、強い行幸になると思います。はい、ということでですね、どうもありがとうございました。こんな形でムーブが成り立つっていうような動画でございました。でこういった動画もしね、好きな方いましたらぜひチャンネル登録と高評価してご支援いただけると非常に嬉しいです。で生放送僕もよくやってますんで、できればそこで、まあ、そう情報共有とかコメントとかしたり、まあ、ワイワイ楽しんだりとかできれば僕は嬉しいです。では原神ライフ今後もお楽しみください。ありがとうございました。グッバイブラザー。